後ちょっと磨きかけるじゃないですか。やっぱりここがそのまま直角の状態っていうのはエッジが立っちゃって、まあ少しだけ角落としたい、そういう時にこの小さいのが意外と重宝します。よいしょ。これはまあ小ぶりな中にもきちんとある程度丸み出ますので、まあ、お財布の角だったり、まああまり R でかくなくていいんだけど、ちょっと全体にアウトライン丸みが欲しいなっていう時にはこのぐらいがちょうどいいサイズになりますね。10R こんな感じです。かなり、まあ、角の丸みしっかり出てきますんで、このまま、ペンケースのマーチの底回りのあるとか、小物作りたい時に出番が多いですかね。このぐらいの大きさですと、ここまで来るとかなり丸みも大きくなってきますんで、そうですね、バッグのかぶせの角回りですとか、大物にも結構出番が多いサイズになってきます。25R、 これさらに、丸みがでかくなります。これが最大サイズですね。このぐらい大きくなると、サイドの合わせしっかりしてあげないと R が大きい分ズレが結構目立ち始めます。このぐらい丸みあると本当にバッグの、まあ、かぶせ部分のエッジですとか、ちょっと底回り丸みを取った、こういう形の、パーツとしてはマチの部分ですとかには結構使い勝手のいい大きさになります。でまず従来品と一番違うのは、なんといってもこれもともと彫刻刀屋さんのさすが品物だなっていう感じで、切れ味がいいんですが、何が言ったの、今まで通常こういうものっていうのは要はハンマーで叩いて角を抜くっていう感じの品物がほとんどだったんですけども、これはもう本当に切れ味がいいのでコーナーを合わせてあげて、でも軽く押し込むだけで綺麗に皮が切れます。まあ静かですし、これ実際国産のヌメで 3.5 ミリ厚ぐらいあるんですけども、このぐらいの厚みがあってももう本当に軽く押し下げる感じの腕の先の力で綺麗に切れてくれるんで、こういう細かい R たくさん作りたい時なんか特にすごい楽ですし助けになります。もうどんどん切りたくなるような切れ味っていうんですか。逆にこの R に合わせて型紙をそっちに合わせて作りたくなるみたいな、そのぐらいの感じの切れ味ですね。